皆さん元気にこもっていますか？さあいよいよ始まりました。東京世田谷は下北沢からお送りするおとくらチャンネル。番組 MC はついこの間まで小さなラジオ局文化放送のアナウンサーで、今は世界に羽ばたくフリーアナウンサーのバンブー竹内でございます。この番組は皆様からの温かいご支援で成り立っているんですね。ご支援はクラウドファンディングのサイトモーションギャラリーからお願いいたします。一口1000円からライブのチケット感覚でご寄付いただけると幸いです。さあ記念すべき第1回目はおとくらのおかみ庄野真世さん、コーラスグループサーカスのリーダー加納隆さん、作曲家プロデューサーのサントリー坂本の3名によるシンガーソングボードビルショーベルボトムズの皆さんです。こんばんは、庄野真世です。ちゃんと映ってますか？コムカフェおとくらチャンネルを見に来てくださって本当にありがとうございます。この度の新型コロナウイルス感染拡大によって生活に影響を受けてらっしゃる皆様、心からお見舞い申し上げます。こちらのライブスペースおとくらも健康と安全を考慮して全てのイベントスケジュールを中止または延期にさせていただいています。そして再開のめどは立っておりません。このまま音楽ライブが消えてしまうのか、集う場所がなくなってしまうのかと考えたときに、音楽がどれほど私たちの暮らしを豊かに潤してくれていたのかな、そんなことを思いました。何とかしなきゃいけない、嘆いているだけではいけない、アーティストが発信する場をなくしてはいけない、そう思いました。そして同じ思いを持った仲間たちが集まって、そして一生懸命協力をして、今日のこの配信ライブをすることができるようになりました。今日も最小人数で、みんな感染対策をしながら、ここの場にいます。協力っていうのは競争よりもはるかに力が強いんだなって、そんなふうに思いました。この世界的な惨事は私たちに大切なメッセージもくれているんだと思います。それをしっかり受け止めて、もっともう一度、生き方の原点を見つめ直して、そして今を乗り越えて笑顔あふれる未来に向かっていかなければいけないなって思います。そんな時、音楽や芸術が私たちに力や勇気元気をくれるのであれば、それはアーティストの生きがいにもなります。おとくらチャンネルはまだ始まったばかりで本当に手探りでやっています。だからこそ、皆さんと一緒に作る楽しみがあると思うんですね。どうか力を貸してください。クラウドファンディングからの応援もできます。皆さんの力が本当に頼りです。離れていてもこうやって一緒に音楽ライブが楽しめるっていうのは、私がデビューした頃には、考えられないことでした。人類は素晴らしい、歴史を築き上げてきたんだなってしみじみ思います。だからこそこうやって協力し合えば、今を乗り越えて前よりももっと平和で美しい地球を作ることができる、そう信じています。ステイホーム、今はお家でライブを楽しんでください。そしてお家から応援してください。よろしくお願いします。じゃあ
今日はね、懐かしい仲間がここに来てくれました。はい、ターン。はい、ターンです。サンちゃん、コンビンバー、サンちゃんです。コンビンバーじゃないんだよ。ねえ、私たち同い年なんです。はい、昭和29年生まれです。あ、言っちゃった。そして本当に久しぶりに会うんだよね。久しぶりに会うこともドキドキだし、今日初めてのあの配信ライブっていうこともドキドキだし、さっきね、ういういしい65歳だねって言ってた。いい ね, ね、さんちゃんでもさ、全然変わんないよね、前と。いや、あの心臓が変わった。ちょっと心臓の手術したんだって ね, ね、人工弁が入りました。ターンだけど、ちょっとなんか帽子が似合う年齢になったね。帽子でしょう。いやいや、ちょっとね、いろいろありまして、うん、ね、サンちゃんみたいにね、あんな風にふさふさになれるといいんだけどね、うん、まあいいや。でもね、もう少ない65だから、まあ、それで、ね、でも眉は変わんないね。変わんないね。シワとかシミとかいっぱいあるからね。いや、昔より綺麗になってるから、ね、目が悪くなったでしょ。あ、それもあるけどね。じゃあ、うん、ベルボトムズ久しぶりに会ったから、ね、始めようかね。始めようね。ね、まあ、僕たちはさ、47年前にさ、うん、高校3年生、の時にね、同級生だったんだよね。懐かしいね。それであのフォークソング同好会を作ろうってことになって、うん、集まったのがこのたった3人。3人だったんだね。それでバンド組もうってね。そうそう、それからだもんね。うん、それで2年活動して、うん、そして、まあ、前向きに解散して、うん、みんなそれぞれのソロの道に行ったっていう。アルバム出したんだよね、俺たちね。後ろに飾った。これ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 。そうそう、これこれ。ね。ね、出したんだよ。手作り感いっぱいだけどね。本当だよ。だけどさ、マヨはさ、一、うん、人でデビューしてさ、本当に輝いてたよね。そうだね。テレビで見てたよ。いやいや、そう、うん、ありがとう。やっぱりさ、オープニングの曲はさ、うん、マヨの曲にしない？え、今日はね、サンちゃんがね、今日のためにね、曲作ってきてくれたんだよ。何？ブルースを。ブルース。え、みんなで歌える感じで。ちょっとやってみて。ソーシャルディスタンス、どう？いいね、ソーシャルディスタンス大丈夫だ。え、ほら、どうなの？ちょっと行ってみますか。うん、ブルースだね。ソーシャル、ソーシャル、ディスタンス、ディスタンス、ソーソー、ソーシャル、ディスディス、ディスタンス、離れているけど心は一つ。ていても会いたい気持ちが一番なんだぜ。ソーシャルディスタンス、イエー、心は一つだ。しゃべれるドゥ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 
そうか、なんとかなるもんだね。その曲できたか、いいね。ねえ、ねえ、それは素晴らしい。離れていても心は一つ、うん、そういうことだよ。でさ、久しぶりに会ったからさ、さっき言ったようにさ、そうだね、マヨさ、うん、やっぱりマヨのさ有名な曲やってほしいんだけど、私今これ見てるのすごい忙しいんだけど大丈夫。それなりにどんどん来てるわけね。来てる来てるよ。ほんと、私の曲。そうだよ、だってやっぱりせっかく3人あ、でもさ伴奏が、伴奏ない。俺やる。え、俺やる。大丈夫大丈夫。ほんとに、うん、ほんと。でこのギターね、うん、曲名言うとね、うん、イントロだけ出るの。そんなことない。お、あるのあるの。イントロが流れる。イントロが流れるのよ。ほんと。改造してたんだもん、今日のために。じゃあやってみる。あれやってみようか。あれやる。あれあれあれだよ。あれでしょ。なんだっけ、飛んだり跳ねたり。飛んだり跳ねたりだよね。やってみる。飛んでイスタンブールお願いします。え、勝ち。久しぶりにマヨの曲歌聞いたよ。俺も、ね、いいね。昔よりなんか色っぽくなってきてる感じだね。ちょっと口が上手くなったんじゃないの。そうなのかな。ねえ、
そうだ、タンの歌も聴きたい。あ、聴きたいね、うん、あ、俺はいいよ。おしゃれな、ほらあれ、うん、何、なんかサーカスのさ、うん、サーカスのほらこんな振り付け、私さテレビでね、うん、ターンが振り付けて歌ってるのを見て、いやーなんか随分垢抜けてかっこいいじゃんと思ったよ。いや俺はさ、だってほらサーカスの中でも4分の1だからさ、だからさ、俺はいいんだよ、俺はいいの。さっちゃん行こうよ。いや聞きたい聞きたい聞きたいよね、ミスターサマータイム聞きたい。いや皆さんもね、ほら聞きたい聞きたい、声聞こえてくるよ。いいよもういいよ、聞こえてきた、お願い歌って。でどうなっても知らないよ。ミスターサマータイムね、ミスターサマータイム行くよ、やってみるけどさ。これ、まあ、伴奏は伴奏出すから、出すの、いいの、うん、イントロ結構印象的だからさ。ここさ今日広いからさ、振りもバッチリ。ミスターサマータイムお願いします。勝ち早いな、振りもやるね、はい、笑わないで。違うの違うの、ターン、違う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 、ウーじゃないの、ウーじゃなく、ウーじゃなくて、俺のパートだもん。違う違う、パートじゃなくてメロディー歌ってよ。ミスターサマータイム、メロディー歌ったことないんだよ、歌ったことないんだよメロディー俺さ。メロディー今日はできる、え、配信ライブだから。そうそうそう、じゃあ姉が歌ってたから、うん、2歳上だけどさじゃあ思い出しながらちょっと歌って、さ歌ってみるけどできるかな。俺やったことないんだよ。お願いします。ちゃんと振りもつけるんだよ。またやるの、うん、また振りやるの。ちょっと出してみるけどね、はい、ミスターサマータイムお願いします。勝ち、私をミスターサマータイム、あれは遠い夏の日の幻、待ち伏せた誘惑に誘われて思わずあなたを忘れたの、頼りなく若い日々ただ一つの愛に背いてしまったの。マヨ2番歌って、2番、ミスターサマータイム、忘れさせてあの人の眼差し、ミスターサマータイム、なくした恋よみがえる切ない思い、忍び寄るささやきに振り向いたあの日のひとときの過ち、許されるはずもない、した人はただただあなただけなの。ミスターサマータイム探さないで、あの頃の私
夏の日の幻。間違えたけどね。いやでもさ、気持ちいいねメロディーね。いいわ。まあ私たち今配信をやってて、あの今スタッフの方がこう動き回ってたんですけども、なんか問題が生じています。大丈夫ですか？大丈夫です。大丈夫です。よかった。皆さん聞こえてますか？見えてますか？じゃあ今度はサンちゃんの番だ。サンちゃん行こう。サンちゃんさ、ソロでさデビューしてからさ、いい曲たくさん出したじゃない。そう、人にも書いてるしさ、いい曲しかないんだよ俺だからさ、そこからさなんかやろうよ、うん、あれやろうかな、うん、終わらないサイレントムービーっていう。お笑いの、お笑いのじゃない、終わらない、終わらないサイレントムービー、ソロアルバムデビューの。そうそう、入ってる。あれでサビにさ、すごい簡単なコーラスが入ってるから、うん、ちょっとやってみてくんね。あ、入ってたね、そういえばね。できる。サイレントムービーってやつね。そうそうそう、あれおしゃれなんだよね、コード使いがな。そう、ピアノを弾くわ、うん、ピアノ弾くの。そうだ、サンちゃん何でも弾くんだよな。そうなんだ、布団も弾けるしね。この間リアカー弾いたんだけどね。なんでリアカーって久しぶりに聞いたよ。年代バレるね。でも今の若い人はね、リアカー知らないらしいよ。ああそうだね。リアカー、ね、ポカンとされたもん。リアカーも弾けるんだよとか言ったら、なんすかそれって言われちゃった。いきますか、はい、いいね。過ぎた恋と呼べるくらいもう遠い日々なのに、なぜこの入り江に佇むたび悲しみに胸が波打つ。笑って手を振った別れ際を今頃悔やんでる僕さ。 Oh, oh, silent movie、 まだ心に君の影だけが映る。 Walking silent movie、 思い出のシーンが終わらない。コーラスすげえや。なんだそれは。優しさだけ形にして君の背を見送った夏。愛していた、憎んでいた気持ちさえぶつけられずに、あの日と同じような青い空が振り向く癖だけを残す。 Oh, oh, silent movie、 ただ痛みを言葉にして、Walking silent movie、 今愛を巻き戻せるならば、
silent movie まだ心に君の影だけが映る Walking silent movie 思い出のシーンが終わらない Walking silent movie 思い出のシーンなんか3人声合わせるとさ、じんとくるところがあるよね。ねえ、なんかね、なんかね、一人一人の声は違うけど、違う声が合わさるっていうのがとても心に響くんだなって思った。そうだね、よく聞いてるとね、うん、合ってくるんだよね、声質が。そうなんね。そうなんだよ。いや、これ自画自賛してちゃいけない皆さんがどう思ってるかですよね、これ。でもさ、昔はカラオケってなかったでしょ。ないよね。だからこう何人か集まるとなんか誰かギター弾いて、うん、みんなで歌ってたよね。そう、サンちゃんが弾き出すとさ、うん、みんなが集まってきてさ、集まってね、みんなで歌ってたよね。知らない間にみんなが歌ってたっていう、うん、大きな声で歌ってたね、それも ね。うまいとか下手とかじゃなくて、楽しいから歌うってあれが良かったよね、うん、よかったね、うん、でも一人女の子が遠く離れてね、うん、泣いてたりなんかしてね、聞きながらだろ、そう、聞きながら泣いてんだよ、ね、声かけてみたいなんかしてね、どうしたんだい君とか言って、ね、それはそういう罠にはまったということで。いやいやいやでもさ、やっぱりなんかこうギターを中心にしてこう一つの世界にみんながいたよね。あ、一つの世界ね、うん、そう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 、世界、うん、あ、ねえねえ、遠い世界にって歌あったよね。あったあった。あれ歌わない？覚えてるかな。歌うか。なんかさっきさ、いいもの見つけたよ。あ、そうだ、あ、これだこれだ、ほら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 、デカ文字フォーク。ほんとでかいよこれ。ね、中高年向きかな。え、これに入ってるってことね。でかいよ、本当に字がでかい。入ってる。あ、30ページ。5つの赤い風船、遠い世界に30ページ。30ページ。ここだ。いやー、これやろうよ。これだこれだ。今日さ、お家で歌おうっていうタイトルつけてるのよ。だからみんな歌ってくれるといいなと思って。いいね。うん。遠い世界に。これ歌ったな、そういえばみんなで。やってみる？うん、やってみよう。なんかイントロのところに、うんうん、チャランっていう、そうそう、ハプシコードっていうね、あったよね、音がね。ハプシコードっていうのあれ。チャラリーンって肩に抱えてこう、チャラリーン、チャラリーだ、チャラリーン。あったね。そんな感じで。そんな感じでちょっと弾いてみようか。やってみようか。うん。この街にも明るい太陽、
明るい太陽、顔を見せても顔を見せても、心の中は心の中はいつも悲しい、いつも悲しい、力を合わせて、力を合わせて生きることさえ、生きることさえ、今ではみんな、今ではみんな忘れてしまった、忘れてしまった、だけど僕たち、だけど僕たち、若者がいる、若者がいる、じゃあ僕やるね。雲に隠れた、雲に隠れた、早く言わんから、小さな、小さな、早く言ってよ、もっと早く、これが日本だ、これが日本だ、私の国だ、私の国だ、国だ、若い力を、若い力を体に感じて、体に感じて、みんなで歩こう、みんなで歩こう、長い道だが、長い道だが、一つの道を、一つの力の限り、力の限り、明日の世界を探しに行こう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 。失礼しました、すいません。いや楽しい、ねえ、ね、歌ってくれてたかな、歌ってくれてたと思うよ、いいね、ねえさんちゃん、たん、何、みんなで歌ってこんなに楽しいんだからさ、うん、私たちもう一回あの頃に戻ってみない？あの頃っていつ？ベルボトムズやってた頃、18歳の頃、そう、いいね、いいかもしれない、いいよね、いいかもね、で、いっぱいいろんな歌を歌うの、うん、いいかも、ね、昔のいい曲いっぱい歌おう、ねえ、うん、大丈夫、戻れる、まあ、どうにか、気持ちはもうすぐ戻れるよ、じゃあさ、うん、ちょっと立ち上がって、うん、あのベルボトムズコールやるから、え、なんだっけ、どんなんだっけ、で、え、コールの後に再結成って入れてね、分かった、やってみるよ。さんちゃん大丈夫かい？さんちゃん立ち上がるのに時間がかかってんの。ピック落としちゃってさ。いや、マヨです。さんちゃんです。タンです。3人揃ってベルボトムズ再結成。イエイって言いながらさ、うん、ベルボトムって持ってんの？まだ。持ってきたよ今日。俺も持ってるの。持ってるよ。持ってるけど、ちょっとここのとこ毎日お家にいて食べてばっかりだったからさ、入るかどうかわかんないんだけど。ギュッとしてさ、ギュッとして、ね、やってみようか、吐いてくる、うん、吐いてこうか、私たちあの頃に戻りに行ってきますので、はい、ちょっとこの後はバンブー竹内さんにお任せしたいと思います。それじゃあ後でバンブーさんよろしく、はい、いやいや楽しみだ。コムカフェおとくらチャンネルにお集まりの皆さん、元気にこもってますか？元文化放送アナウンサー、そして今はマヨさんの忠実なしもべであるとともに、世界に羽ばたくフリーアナウンサー、バンブー竹内でございます。東京世田谷は下北沢からお送りしているおとくらチャンネル、お楽しみいただいておりますでしょうか？いや、僕もさっきから一緒に歌ったり踊ったりしてます。楽しいですよね。ここでちょっとマヨさんと僕との関わりというかご縁、これをお話ししておきましょう。まあご縁といっても別に交際しているわけではない、いわんや結婚していたわけでもない、まあごく稀にね、二人っきりでいるときに、生まれ変わったら一緒になろうねなんてことさえも言ったことがないわけですよ。そんな僕とマヨさんが出会ったのはもう今からそうですね30年ぐらい前になりますでしょうか。僕は1978年に文化放送に入社してから
42年のアナウンサー生活のほとんど音楽番組を担当してまいりました。そのちょうどキャリアの中頃に電力ときめきクラブフォーエバーヤングという番組が始まったんですね。夜の3時間ワイド音楽番組です。その時にレギュラーパートナーを務めてくださったのが生野真世さんだったわけですよ。あ、もちろん皆さんと同じようにそれまでにも僕はアナウンサーという職業を離れても生野真世さんという存在とその活躍ぶりってのはよく知ってました。でも実際にパートナーになっていただいて夜の3時間を過ごすようになって真世さんの柔らかい口ぶりから出る柔らかい言葉の重みというか重圧感、これを感じましてですね、いやこの人は見た目と違ってとっても芯の強い人なんじゃないかなとこのように感じました。これは直接真世さんと話したことのある方だったら皆さんうなずいてくれると思います。でね、非常に人のことを考えるように見えながらもマイペースを押し通すことができる方なんですね。もうまさに大阪の B 型のおばちゃんとそんな感じです。でもそんな真世さんの本当の姿を知ってから僕は真世さんの魅力にどん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 吸い込まれていきました。未だにそれは続いてます。ですから真世さんが竹内さんね、今度こんなことを始めたいと思ってるのというおなじみの柔らかい口調で言われると条件反射的にですね、へいよがす、真世さんのためならたとえ火の中お水の中っていう気持ちになっちゃうわけですね。これは真世さんと出会ってからまあおよそ30年ずっと続いています。ですから今回このコムカフェおとくらチャンネルを立ち上げるという時に連絡をいただいて、わかりました、僕でできることであれば何でもいたしましょうと二つ返事で引き受けたわけでございます。真世さんはね、それほど頼りがいのあるお姉さんなわけですよ。まあお姉さんって言いますと真世さんはちょっとだけ怒るんですね。同い年じゃない、同じ学年じゃない、このようにおっしゃるわけです。もうおっしゃることは確かです。でもね、僕から見ると真世さんと僕の間には大きなジェネレーションギャップがあるんですね。真世さんが生まれたのは昭和29年12月暮れも押し詰まってのある日のことでした。おぎゃーだかふひゃーだか、あ、いいんだか分かりませんけども、その産声を上げたのは、皆さんよく覚えておいてくださいね。昭和29年でございます。僕、バンブー竹内が生まれたのは、それからおよそ2ヶ月半後、昭和30年の2月25日でした。その日僕は、Hey baby!と言いながら、そんな産声とともに、このように生を受けたわけです。もう一回言いますね。僕が生まれたのは昭和30年でございます。賢明な皆さんならもうお分かりかもしれませんが、真世さんが生まれた昭和29年、それはまだ戦後です。ラジオをひねると流れてきたのはリンゴの歌、東京キッド、君の名は、まあそういう曲だったでしょうね。僕が生まれた昭和30年、もはや戦後ではないと言われた時代です。僕が Hey baby という産声とともに生まれた頃、ラジオをひねると流れてきたのはロックアラウンドザクロックだったんですね。ラジオから流れる音の違いを聞いただけでジェネレーションの差っていうのは感じませんか。つまり真世さんは焼け跡派、僕は戦後の現代っ子、こういうわけでございますね。まあそんなことを言いながらもね、実はベルボトムズの皆さん、もちろん真世さんも含めてね、同世代でくくられても僕は文句は言えないわけでございます。確かに今の若い人たちから見ればね、
昭和29年昭和30年同じじゃんとこのように言うと思います。おそらくそうでしょう。僕がそういう若い人の立場だったら必ずそう言ったはずです。でもね、このベルボトムズという同世代の素晴らしい音楽を聴いていると、僕なんかはね、あっという間に、そう、例えて言えばタイムマシンに乗ったかのように青春時代にタイムスリップするんですね。当時感じたこと、当時友達と話し合ったこと、歌った歌、あるいは街に流れてきた香りさえも蘇ってくる。いやー、素晴らしいと思います。まあ、こういう人たちが YouTube で音楽を生放送する時代がやってきた。そして今世の中を取り巻くこの閉塞感を打ち破ってくれるかもしれないと思うと嬉しいことでございます。さて、おかみの生野麻世さんの Facebook にはたくさんの応援メッセージをいただいています。ここで一部をご紹介いたしましょう。これは中川浩一さんからいただきました。配信スタジオ音倉チャンネルで会えなくても心をつなぐ素晴らしいチャレンジ、応援します。そして楽しませていただきます。まずは大好きなベルボトムズ、大いに楽しみ、このようにいただきました。中川さん、真っ先に書き込んでいただいてありがとうございます。それからこれは、あ、僕の大親友、浜辺のフォークシンガーテミアンからもらってますね。ベルボトムズの後輩テミアンです。素晴らしい試み。テミアンのね、心根がとっても優しい、その優しさが表れているのは、試みっていうのを試すという字と合わせてハート、心に身と書いて試みとも書いてくれてるんですね。テミアンありがとう。それからこれはひょっとすると最年長かもしれません、野村治さんから。さすがマヨさんですね、素晴らしい。おとくらから日本全国はもとより全世界に発信してください。音楽の力を信じて。先輩ありがとうございます。大野教授さん、素晴らしいです。配信ライブを考えていました。ぜひ参加させてください。それから、あ、ターン加納隆さん、ベルボトムズのターンです。皆さんの気持ち心に刻んでるよ。僕たちベルボトムズは歌うよ。立ち向かう心にエールを送りたいから。人は素晴らしいって信じてるから。いや、素晴らしい言葉、そしてパフォーマンスでした。高瀬さんありがとう。それから、あ、丸山恵子さんからいただいております。頑張るマヨさん、応援してます。恵子さんありがとうございます。それからこれは愛想春日さん、マヨさん素敵です、素晴らしい、応援してます、ありがとうございます。お、朝倉美希さんからもいただいておりますね。マヨさんさすがです、素晴らしい、頑張ってください、ありがとうございます。ミュージシャンの皆さんもですね、応援メッセージお寄せいただいてとっても感動しておりますが、ぜひこのコムカフェ音倉チャンネルにご参加くださいね。そうするとこのチャンネルがどん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 盛り上がっていく。そして世界を救う、ひょっとすると力の一つになれるかもしれない。僕バンブー竹内は音楽は世界を救うと心から信じています。ぜひミュージシャンの皆さん、パフォーマンスをされる方、そしてただただひたすらライブを楽しみたいという音楽好きのファンの皆さんも力を合わせて世界を救いましょう。いや、その他にもね、たくさんいただいてるんですよ。これから先ね、このコムカフェ音倉チャンネルでは皆さんからいただいたメッセージなどもできるだけ多く紹介しながらいきたいと思います。基本的にこのチャンネル司会進行役は僕バンブー竹内が務めさせていただきますけれども、ミュージシャンやパフォーマンスをされる皆さん方の中で、いや自分がやりたい、あるいは司会はこの人に頼みたいというときは遠慮なく言ってください。僕ハートをちょっと傷つけながらも我慢しますから。そして皆さんと一緒にこのチャンネルを楽しみますから、その辺のところのご提案もお寄せくださいね。もちろん音倉チャンネルのご意見ご感想、
これもどんどんお寄せいただきたいと思います。で、何はともあれ、いいですか皆さん、これ一番大事、コムカフェおとくらチャンネルのチャンネル登録をしてください。チャンネル登録をして、この動きに賛同していただける方が増えれば増えるほど、音楽は世界を救う、この願いにつながっていくわけですね。さあ、すべてのメッセージを紹介できなかったのがちょっと残念なんですが、この番組は皆さんからの温かいご支援で成り立っています。ご支援はクラウドファンディングのサイト、モーションギャラリーからお願いします。一口1000円からライブのチケット感覚でご寄付いただけると嬉しいですね。さあ、それでは2部の用意ができたようです。引き続きお楽しみください。またお会いしましょう。ああ、いや、ああ、久しぶりだよ。髪の毛伸びたじゃん。え、髪の毛伸びた。そう、あの昔の格好してたらさ、どんどん髪の毛伸びて困っちゃってさ、これ以上伸びたらどうしちゃう。全然変わんないじゃん。変わんない。マヨは？マヨ。どうしたんだ？迷ってんのかな。あ、まあよかった。来た。じゃあ、はい、ソーシャルディスタンスを。はい。ありがとうございます。この格好だったよね、前もね。なんかね、うん、今続々と、あのリクエストも来ているし。本当？はい。マヨさん、楽しいライブありがとうございます。竹内さん、司会ご苦労様です。とかね、いろいろどんどん来ております。はい。どんどん。私たち初めてのことでね、一生懸命なんかこう、なんか心を伝えたいなと思ってライブをやってるんですけども、なんか一部こう配信の状態が良くないところがあるみたいなんですけどもね、はい、心はつながっているので、はい、一緒にこの音楽の世界に入っていただきたいなと思います。はい、それじゃあ、はい、あ、サンちゃんはベルボートも履いてるんだよね。履いてるよ。すんごいよね。おー、見ていいね、見て今日さ、コメントでね、清掃してあの見てますっていう方がいらっしゃったので、清掃って何かなと思って、きっとベルボトムを履いて、見てくださってるんだなって、そんなふうに思います。じゃあベルボトムコールからいきます。はい、マヨです。サンちゃんです。タンです。3人揃ってベルボトムズです。僕たちの47年前のデビュー曲を聴いてください。青春の誓い。この熱い思いは永遠に続くジュエル。どんなに僕らが離れても信じられるものは他に何もない。駆け抜けてゆく今。
信じられるものは他に何もない。愛と勇気と変わらない誓い強く。ベルボトムズのデビュー曲青春の誓い。いやーこれ知ってる人いるかな。知ってる人、はあ、結構いるよ。いるかもしれない今知ってる人と呼びかけたんだ。まよさん見てます。なってますね。それから腰痛めるよその格好して今夜は久しぶりに楽しい夜。あ、永井治です。初めてベルボトムズを見ました。実に楽しいライブですねって。最高ですって。うわ嬉しい、 ありがとうございます。なんかねリクエストももらってます。中央フリーウェイとか、おそれからなんか青春の誓い初めて聞きました、いいですね、イエーイのマークがあったりとか。さんちゃんの曲なんだよね。ね、今日はね、お家で歌おうだから、うん、皆さんも歌える曲も、うん、やんなきゃ。そうだね、うん、そうだそうだ。何やろうか、何やろうか、ね、なんかリクエスト来てる？いるいる、いっぱい。あのね、あの素晴らしい愛をもう一度、うん、あいいね。それから選ぶの難しいな。ルフラン来てる本当ユーミンお願いしますとか、いい、ね、ね、海岸通り、サボテンの花、グッバイモーニング、木綿のハンカチーフ、白色は恋人の色、白ブラっていうのがありますよね。白ブラ、白ブラあった。あ、白ブラって俺たち言ってたね。そういえば知ってた俺たちが違うやだ、してない。白いブランコだよ。あ、白いブランコね。リリーバンバン、それやってみる、いただいたから。やってみる、うん、最初できる、白いブランコ、白いブランコ、大丈夫。え、ブリーフ、ブリーフバンバンのやつでしょ。え、ブリーフバンバンの白い白ブリーフ間違えた、ごめんね。君は覚えているかしら、あの白いブランコ、ブランコ、風に吹かれて二人で揺れた、あの白いブランコ。いつも寂しいと小さな肩を震わせた。君に口づけした時に優しく揺れた白い白いブランコ。曲だね、本当ね、本当にロマンティックだな。
今はこれは、うん、あのビリーバンバン、うん、兄弟2人、うん、男性2人ね、うん、その頃さデュオの曲って多かったよね。男女っていうこと？男女も男女もあった。ジョジョ男女デュオで言うとさ、うん、なんだろう、チェリッシュとかさ、チェリッシュ、ね、うん、ダカーポ、ヒデとロザンナ、ヒデとロザンナ、ああ、あ、みんなさ、みんな結婚するんだよね。そうだよ、結婚しちゃうんだよね、デビューしてね、うん、歌ってて、そうそう、で唯一さ、うん、結婚してないグループがさ、うん、トワエモア、あ、トワエモア、ね、うん、いや別の人と結婚されて、ね、だけどもうあの最近一緒に活動されていたりして、うん、してますよね、素敵だなと思ってる、ね、いいよねなんかね、うんうん、やらない、トワエモア、何がいい、何がいい、もう曲全部好き、好き、いいよね、うん、何やろうか、いや虹と雪のバラードもいいしな、うん、ドレミファ、ある日突然も、ドレミファ何の次は何だっけ、空、空よ、空よ、空よか、空よ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 、これやっぱりイントロがね、うん、あの印象的だからちょっとこれまたこのギターに頼んでみるわ、本当、はい、うん、カチってボタンを押してから出してね、空お願いします、カチ。私の心よ、思い出すの幼い日を、ふるさとの野山で初めて芽生えたあどけない二人の教えてほしいの、あの子は今どこにいるの、パーパーパー、サンちゃん忙しいな、パー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 道で固く手を握ったあの頃の二人の小さな愛、空よ教えてほしいの、あの子は今どんどんやっていこうよね、きっと思わず口ずさんでるんですから、うん、歌ってると思うわ、みんなね、聞こえるよね、うん、いいね、ね、ちょっと今どんな感想が来たかな、うん、と思って見ている、あ、なんかちょっとね、画面に第2部準備中とかテロップ入れられるようになるといいですねって、ありがとうございます皆さんのこういうご意見をいただきながら、だんだん理想の形の、はい、おとくらチャンネルにね、はい、していきたいと思います。背景もねちょっとねバーチャル背景使ってロンドンになったりニューヨークになったり東京になったり、皆さんどうぞあのご意見あのアドバイスをいただけるとすごく嬉しいです、ね、はい、いやでもさもっと歌おうよ、歌いましょうよ、歌いたいと思うんだよ ね、歌いたいと思うんだよね、見てる人は。じゃあさ、うん、今日はもう、うん、これ最後だからね、はい、何曲かずっとつなげて歌ってみる、あ、メドレー、メドレーってやつね、つなげててメドレーのことね、メドレーってことでしょメドレーって分かんなかったらどうしようと思って説明をした、はいはい、はいはい、分かった、メドレー歌おう、メドレー、やろう、はい、じゃあ全部で何曲、うん、何曲ある、8曲だっけ、8曲あるんだよね、8曲だね、うん、じゃあ8曲ぐらい、8曲だね、
8曲。そう、はい、じゃあこれもきっとみんなが知ってる曲だよね。出てくるよ、ね、うん、で僕たちは、フォークソングでもの時代の最後の方で、うん、それからニューミュージックが流行ってきて、ニューミュージック、そう、その頃の、ね、曲を8曲選んでみました、はい、それではいいですか、言っても。 いいです。はい、それではみんなで歌いましょう。フォークソング and ニューミュージックメドレー。戦争を知らない子供たち、私の心は夏模様、夢
夏は夢花火、私の心は夏模様。時代はニューミュージックで中央フリーウェイ、前もよろしく、はいよ。中央フリーウェイ、調布基地を追い越し、山に向かって行けば黄昏がフロントグラスを染めて広がる。中央フリーウェイ、街の日がやがて瞬き出す。二人して流星になったみたい。中央フリーウェイ、右に見える競馬場、左はビール工場。この道はまるで滑走路、夜空に続く、夜空に続く、夜空に続く。この曲、卒業の時にみんな集まって歌って、みんなが泣いてた。悲しいことがあると、開く川の表紙、卒業写真のあの人は優しい目をしてる。街で見かけた時、何も卒業写真の面影がそのままだったから、人混みに流されて変わってゆく私を、知らない私、あなたにこの夢
そして最後は翼をください。一緒にワン。今私の願い事が、今私の願い事が叶うならば翼が欲しい。叶うならば翼が欲しい。この背中に鳥のように、この背中に鳥のように白い翼つけてください。白い翼つけてください。この翼を広げ、この大空に翼を広げ、飛んで行きたいよ、飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ、悲しみのない自由な空へ、翼はためかせ、なんかアンコールって言ってるの聞こえない？聞こえる聞こえる、なんかミン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 って感じ。アンコール飛んで行きたいよって一緒に歌ってくださった方が書いてくださってます。本当？え、中学の合唱コンクールの曲でした。合唱コンクールを思い出した。わーねー翼背中につけたわ。あーいいねーそっかーありがとう。そうどこでも飛んでいけるもん ね歌にはさ、なんかあの歌詞だけではない、うん、そっから見えるたくさんのメッセージがあるよね。ある、本当にあると思う、ね、僕たちもそれに助けられてる、うん、それで歌ってるんだもん ね、うん、じゃあアンコールが聞こえてきたからアンコールやりますか。やりますか、ね、うん、じゃあもうちょっとあのもうちょっと見ててねアンコールあるからね。じゃあ、最近僕が作った曲で、まあ、あの3人とも同じ同い年で今年66になる、うん、まだ65分かったからいいから66になるんだけど、なんかだんだんさこういう年になってくると、なんかこういらないものがそぎ落とされて、うん、大切なものがこう本当に見えてくるっていう、そうだ、ね、感じがするけど、うん、そんなことをね、あの思って、一番大切なのはやっぱりそう人を愛する、愛されること、それなのかなって、シンプルだけどそんな曲を作りました、うん、じゃあ愛することというこの曲を歌いたいと思います。
歌います。歌います。歌います。出ました。最初はさんちゃんからです。何も忘れない、あの日の眩しさ、今もよみがえる、鮮やかによみがえる。だけど気づいたんだ、人を愛して孤独なんじゃないと、人を愛して楽しんでください。ありがとうございました。ありがとう。また、ね。